皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、江戸時代の三都の繁栄、これについてお話しします。江戸時代、この江戸、大阪、京都、この3つの都市を三都と言いました。で、江戸時代とても栄えた町ですね。江戸、ここは1657年にこの明暦の大火という大火事が起きて、なんと江戸の町の 55% が焼けてしまいます。そして10万人、これを超える人たちが亡くなりました。このため、この大火をきっかけに都市計画を立て直して、ね、火事に強い町、こういう町にして江戸の町は拡大していきました。で、1700年頃、人口は80万人、その後100万人を超える大都市になります。この将軍のお膝元と呼ばれたこの江戸、これは武士の住む武家地、これが 70%、 神社や寺の寺社地、これが 15% で、残りの 15%、 ここは町人が住む町人地といって、この町人地になんと50万人、およそね、50万人の町人が住んでいた、そんな暮らしをしていました。で、意外ですけど江戸って女性が少ない町だったんですね。女性の割合 35% しかありませんでした。これはなぜかというと、参勤交代で江戸にやってくる大名行列の藩士の人たち、これほとんどが単身者、独身の男性だったんですね。そして江戸に出稼ぎに来る人、これも男の人ばかりだったので、実は江戸の人口の中で女性が占める割合 35% しかなかったんです。では京都に移りますね。京都、平安時代から寺院とか神社が多く建てられて、ね、たくさんの観光客が訪れる観光地だったんです、ね、今もそうですけど昔から観光地だったんですね。で、今は観光地、観光に行くとき、旅行に行くとき、旅行ガイドみたいなのありますよね。実は京都の旅行ガイドが江戸時代に出版されています。1780年、京都の名所史跡、この挿絵が入って、平安時代から続くこの祭りとか行事、このことを解説した都名所図会、こういう本が出版されてベストセラーになっています、ね、この本を見て、あ、どこどこに何がある、これを見に行こうとかね、そんな風にして旅行したんでしょうね。で、江戸時代になると西陣織とか友禅染め、京焼などの美術工芸、ね、この地としても栄えました。次は大阪です。江戸時代、ね、もう貨幣経済になっていたと。大名は年貢として集めた米、これを売って貨幣にして、それを財政、藩の財政に使っていたと。で、参勤交代で使う費用、これもこの貨幣で支払っていました。ね、なぜ大阪が経済的に発展したのかと。大阪もともと大きい町ですけれど、大阪の近くには京都とか奈良と堺という大消費地がありました。ですから大阪ではたくさんのものが売れたんですね。このため幕府や藩は大阪に蔵屋敷、これを置いて年貢米とか物産品を販売したと。このようにして全国から物資、ね、商品が集まる大阪は天下の台所と呼ばれて、経済の中心地となっていきました。で、江戸時代の商品の輸送、ね、これ全国から大阪に集まるんですよ。運んでくるのに何を使ったかというと、実は船です。船は大量の荷物を安い運賃で運べるということで、この大阪に運ぶ荷物、ほとんど船で運ばれてきます。東海線とか樽海線、
という船で運ばれるんですね。このため大阪や江戸では小舟で荷物を運ぶことができる堀が整備されていきました。なぜ小舟って、実はね、大きな船、樽海船とかね、日垣海船から荷物は陸に下ろさないで小舟に移して、小舟でね、堀を使って運ぶと、こういう運び方をしていたんですね。このためね、堀が整備されていったということです。今回は江戸時代の三都の繁栄というタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。